バンバカバーン。こんばんは。2020年3月21日。いやー、今日も集まりましたね。はい。今日、レックスでのザ・ファイナル3デイズの中日の予定でございました。いやー、本当にやってたら今頃どうなってたんでしょうね。楽しかったんじゃない？やっぱり。今頃、何やってる時じゃない？今、2日目だからデビュー以降の。かそろそろあれか境界線とか言ってんじゃない？今境界線前じゃないデビューの後だよ。後か境界線は後か。ミッドナイトランブラーか。自分の曲作る曲が結構似ちゃってるから自分で分かんなくなった。何と勘違いしたカイアグロと勘違いした字面が似てる、はい、うん。まあそんな感じでね、漢字3文字が好きな私たち、私たちというか私でございますけれども、今日もこのぬいぐるみ大作戦好評中、好評発売中のぬいぐるみ大作戦のこの人形たちの紹介をしていこうと思います。よろしく。昨日はね、これ脱げる、うん、そう、僕は脱げると。脱げる。ショーンはネックレスできる。素材がアルパカ。アルパカでできてる。実はアルパカは嘘でした。あ、バレちゃった。本当は何だろう。本当はいや買ってからのお楽しみにしたんだよ、うん、何の手でしょ。でもね、信じられないぐらいの肌触りやね、うん、でもこれ多分アルパカだと思う。これ多分これアルパカだ、うん、アルパカの素材の服とかあるの？いやもうこのこれはもうアルパカでしょ。これ触ったら分かります。分からんやろ。でもこれはもうアルパカじゃなくない？アルパカだ。アルパカなのやっぱり、うん、さっき嘘ですって言うたやん。これはアルパカです。アルパカでした。白濃い顔でアルパカだって言うてもね、そんな感じで今日は私の知られざる遊びを紹介しようと思ってたんですけど、禁断の遊び、禁断の遊び、その前にちょっとスーパーショーンになれるんですよ。ああ、そうそう、刈り上げになってる。なんか刈り上げになってて、あ、あれ、スーパーショーン、あ、そうです、スーパージョニー、スーパーダイヤモンドになる。これスーパーナオもできる。あ、みんなできるじゃん。スーパーダイヤモンド、うん、みんなスーパーになれる。サイヤ人だ。ショー君前からじゃ分からんと思うよ。コースト感と分からん。何も借り上げてます。あ、でもちょっと髪の毛はみ出るんだ、後ろ、うん、帽子のそう横からね。こんなになんかこういう帽子かぶってるおばさんみたいな。こういう帽子あるよ。こういう帽子あるんだ。直射人口苦手なタイプのおばさん。赤ちゃんの帽子。ね、行きます、とうとう、とうとう行きます。禁断のお遊び、あの私、なおちゃん人形ですね。あのちゃんと見せてあげたほうが、衝撃の姿になって。やば衝撃の姿になることが判明しました。3、2、1、てれキラ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 ー、散らかしてるじゃないですか。なんとめちゃくちゃ励ます。交代見て見て直視できない。これね、あの前髪をちょっとこう一本だけこう持ってくる、前髪を一本だけ顔に持ってくることによって、あの波平スタイルにもなれるという、すごいですよ。ちょっとジョニー見せてあげて。実は俺もハゲてます。めちゃくちゃハゲてるよ。ジョニーでも2人とも交代具合やばい。これずるいな、2人とも。なんか美味しい。前でも実は帽子脱いだらハゲてるって。実は帽子取れないから。ああ、縫い付けたんだね。これなんか縫い付けてあるけど1000パーハゲ取ると思う。1000億パーだね。でもお腹とか見せれる。あ、お腹見せれる。お腹あるんだ。背中とかお腹見せれるね。こうやってあのちゃんと髪の毛をこう整えてあげるといつものなおちゃんになります。要するにこれカツラつけれるってことだからね。そうやね、うん、この人形をベースにいろんな遊びができることが判明しましたので、ぜひ皆さん、じゃあどれかここに当たりって書いてある。いやもうね、かわいそうやけ。やめとこ。あのせっかく楽しみに買ってくれた人が。でも当たったら嬉しいじゃん。嬉しいかな。嬉しいの。私はハゲてる。うん、まあね、こんな感じで遊べますので、ぜひ皆さん。すごいね、変態の方がいらっしゃる。なんかあのもうスーパーサイヤ人になってる。本当や。
オーラは見える。下から風が吹いとる。確かに。ふわふわ。風を表現できる。まあこのようにハゲ散らかすこともできますので。そんな遊びや。あの皆さんあのねもう3月22日の生配信、そしてその生配信の音源化、そして映像化のためにこの人形たちはあの売りに出されているわけでございます。ぜひ皆さんあの首振りドールズをこう作品作りにね協力してくださいませ。よろしく。はい、何ちゅう格好してるの。ということで今日もなんか一曲やりましょうか。おせっかくですから。そういや忘れてましたね、我々がミュージシャンだということは。そうよ、もう1ヶ月もライブしないとなんか演奏すると変な感じですけどね。それでは準備にしてまいります。クエリドールズ、リビジデッド版クエフリ人形症候群、クエフリドール症候群のリビジデッド版に収録されております。激しめの曲を皆さんにお届け。明日の生配信楽しみにしててね。よろしく。レッツゴージョニー。ぬいぐるみも明日の生配信もよろしくね。バイバーイ。